こんにちは、Bレジェンドの辻元です。今日は大幅増量の落とし穴についてお話しさせていただきます。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。今日はですね、大幅増量の落とし穴というお話なんですけれども、筋肉をですね増やしたくて増量するという方は多いのではないかと思います。で、この増量の考え方も人それぞれあってですね、やっぱり大きく増量するか、大幅にですね増量する方、ないしはあまりね増量を持たない方、それぞれあると思います。よくですねコンテストなどに出られる方は、大会が終わって来年の大会に向けてですね、筋肉を増やしていくために増量計画をして、体重を増やして筋肉を増やしていくっていう風な取り組みを行うんですけれども、この増量について私の見解をお話しさせていただきます。まず増量ってその名の通り体重を増やしていくわけなんですけれども、体重を増やしていくということは、消費カロリーよりも摂取カロリーが多い状態、これで筋肉を大きくしていくという風な意味合いがあります。で、この増量をどれぐらいするかっていうところなんですけれども、私なりの考えでいくと、筋トレ歴ですね、筋トレの期間と1年で増やせる筋肉量、筋肉の成長っていうのが関係性があると言われてます。これはですね、トレーニングし始めて1年から3年ぐらいですねの方っていうのは、1年で増やせる筋肉量っていうのも多いと言われてまして、その逆でですね、5年以上、10年とか、20年とかトレーニングを、されている方は、1年で増やせる筋肉量っていうのは1キロ前後というふうにも言われているので、初心者、トレーニング歴が短い方は、大きくですね摂取カロリーを増やして大幅に増量しても筋肉が増える、メリットっていうのは非常に大きいので、大幅増量も選択の一つかなと思います。ただトレーニング歴が長い方にとっては、摂取カロリーを増やして、大幅に体重を増やしたからといって、1年で増やせる筋肉量に限りがあるので、その分何が増えるかっていうと、体脂肪が増えるっていうところがこの増量の最大のデメリットになってきます。コンテストなどに出場される方、または理想の体が体脂肪が少ない体を理想とされる方は、増量した分、減量しなくてはいけないということが考えられます。ですので、この増量幅がですね大きいと、減量する幅も大きくなり、減量する幅が大きいと減量する期間も長くなると。で、減量っていうのは消費カロリーよりも摂取カロリーが少ない状態で体重体脂肪を落としていくわけなので、この期間が長くなれば、筋肉を分解してしまう可能性としては多くなります。また、その他トレーニングの質や強度に影響する場合も考えられます。具体的に言うと、増量期に大幅に体重を増やすと使用重量も持ち上げれるようになってきます。ただ減量をして体重を落としていった時に、その使用重量が下がってしまうというケース、または増量した時に体脂肪がついて、この体脂肪が関節周りにもつくことによって筋トレの可動域が狭くなるというケースです。これは同じ重量を行っても筋肉の伸び縮みする距離が違ってくるので、そういった意味で減量した時に重量が下がってしまうっていうケースも考えられます。ということは、増量で重たいものを持ち上げれたりっていうところが、減量してそれができなくなるということは、結果的に筋肉量が増えたっていう、錯覚に陥るケースがあるということです。その他にも、食事量を増やすということは消化吸収にも影響が出て、体の負担、内臓の負担につながるということと、
あとは単純に少ない体脂肪が、まあ、理想の体っていうところのはずが、その期間ですね、まあ、半年以上例えば増量する場合に体脂肪がついてしまって、見た目がちょっと理想とかけ離れるっていうところでの、まあ、モチベーションの低下等にもつながってくると思います。では逆にこの、増量幅ですねが少なければ減量幅も少なくなるという形になるので、まあ、そうなってくると減量期間っていうのも短く、設定できるっていうところが大幅に増量しない、まあ、最大のメリットかと思います。まあ、減量期間が短いと、食事の質やトレーニングの質も、まあ、安定できて、まあ、大会や減量が終わってからも、まあ、大幅に食欲が乱れるっていうことも少なくなると思います。まあ、一番良くないのは、まあ、減量、大会が終わってから、食欲が乱れてしまって知らない間に、まあ、体重が本当に何十キロ上がっていくと、で体脂肪が増えていって知らない間に増量していってるっていうケースが、まあ、あまり良くないケースなんですけれども、まあ、これはやはり、まあ、コンテストとか減量経験されている方は、まあ、知らない間にね体重が本当に何十キロ上がるっていう経験されてると思うんですけれども、まあ、ここはやっぱりなくしていきたいと思うところだと思います。体重の増やし方っていうのは本当に個人差あると思います。代謝の機能であったり内臓の消化機能強さであったり、まあ、そういったところもあると思うんですけれども、一般的には、まあ、減量期間っていうのはある程度3ヶ月前後と設定していただいて、1ヶ月あたりに落とす女子肪の値を、まあ、体重の 3% ぐらいに設定していただいて、ゆるくですね減量していただくと、まあ、より筋肉を落とすリスクを、なくしながら、まあ、減量を行えると思いますので、まあ、そういった形で増量の計画を立てていただくことをお勧めします。まあ、仮に70キロでコンテストの仕上がりと設定する方は、増量の幅としては76キロから7キロぐらいでとどめておいて、まあ、3、4ヶ月で、まあ、来年に向けて減量していくっていうような、まあ、イメージがいいかと思います。まあ、その他はですね、減量中っていうのはやっぱり体重、体脂肪であったり見た目とは測定ですね、お腹周りのウエスト数値とか、まあ、こういうところが気になって毎日測ったりですね、鏡を見てチェックすると思うんですけれども、増量中においても、まあ、同じように体重を測定して見た目の確認であったり、まあ、ウエストを測定して、そういったところを気にするっていうところも大切になるかと思います。ということで今日は増量についてのお話だったんですけれども、やはりですね、減量も増量も計画的に自分に合った方法で実施いただくっていうのが重要かと思いますので、まあ、ぜひですね今回のお話も、頭に入れていただければなと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。また B レジェンドの公式サイトでも新商品やセール情報を配信しておりますので、概要欄の方からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。